にちは。3月2日土曜日、あららかしこの時間です。はい、今週はジェニックのマシコアツキ君と一緒です。はい、おはようございます。マッシーでーす。マッシー待ってました。もう久しぶりですね。そうなんですよ、はい、今年初のスタジオですから。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。はい、実はですね、はい、あの今回、はい、ジェニックのマシコアツキとして来てるので、はい、メンバーを連れてきました。はい、とても大型犬チックなキュートなメンバーです。はい、キュート、はい、そして歌超うまいのでよろしくお願いします。誰だ、小池隆貴くんです。どうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大型犬と言われてしまった。大型犬、すみません、お邪魔します。大型犬キャラなんですか？いや、なんかまあでもあの懐きやすいというか、すごいなんか甘えん坊さん、そうかもしれないです。自分ではなんですけど、はい、小池隆貴です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マッシーってどんな感じですか？気になる。いや、なんか僕も大型犬と言われてますけど、まあ小型犬というか、なんか本当に可愛いんですよね。だから僕らが多分戯れてたら、なんか犬同士が戯れてるなみたいな感じになるぐらい。逆にお兄ちゃんって感じがするんですよね。そうですね。落ち着きがもう出てるので。いや、でも今日のあの2人の戯れをね、ぜひ見せていただきたいですね。ここで見せちゃうんですかね。いかがですか？そうですね、僕もお料理というより美術も5だったので。美術も、もしかしたらこんな得意かもしれないです。おー、すごい。なんかジェニックのロゴとか作ってみたいですね。フルーツで。フルーツでちょっと。ちょっとそれは斬新な作品ですね。見てみたい。ちょっとやってみたいですね。ぜひ。いや、高島駅のあたりって行ったことありますか？学生時代の時はあんまりなかったんですけど、舞台で一度行かせていただいて、テニスの王子様で行かせていただいたんですけど、あの劇場から帰る時に UFO を見ました。ガチです。これ本当なんですよ。だから素敵なものも見れるかもしれませんね。いや、こうやって困らせてるんだなって。皆さんは本当にね、ルキにも見てほしいです。僕はあんま信じてないんですけど、はい、来週は青葉区本町を待ち歩きします。来週もお楽しみに。食べてみてください。先日前ラジオの花とでね、はい、食べてください。一緒に行こう。一緒に行こう。いただきます。いただきます。お、仲良し。チーズケーキめっちゃ美味しい。美味しい。なんか、しつこくない甘さっていうか、食べやすいんですよね。ちょっと酸味もある、うん、あ、そこでなんかその塩のおかげで甘みがまた出てて、すごい美味しい。言語化が上手です。塩ってね、甘さを引き立てるので、はい、ちょうどいい酸味と甘さが、ハーモニーとか言っちゃいましょうか。あ、ハーブティーも合います。ハーブティーもハーブティー。ね、こちらのチーズケーキ美味しいので食べながら、あの、聞いていただければなと思うんですが、はい、最初にご紹介しましたパーラーレベッカもですね、とても素敵なお店となっておりまして。素敵だった。はい、そうなんですよ。東京や大阪でいろいろな経験。さあ、この後はジェニックのお二人にお話を伺っていきます。はい、私たちです。私たちがジェニックです。Yes. いや、小池さん、2年ぶりのあらかしどうでした？はい、もう相変わらずあのすっごい温かい現場で、またマッシーにゲストとして呼んでもらえるように頑張ります。ぜひまたお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、マッシー、はい、あのメールが番組に届きまして、なんと私も40年前多賀城に住んでいた時に今の文化センターの上あたりから出現し大きく広がる UFO を見ました。ちょっと信憑性広がりました。そうですね。また来週です。